どうも、こんばんは。お疲れ様です。本日ですが、6月の18日ということで、はい、なんとですね、今ナイキ原宿の前にいるんですけども、はい、原口がなんか当選してるんでしょ。なんかね、ついつい送ったやつが、当選しましたと、はい、来まして。あんな当たるんや。そうね、初めて当たったんですけど、ね、まあ、4時から入店開始ってことで、まああと5分、まあ、間もなく、まあ、4時までにってことなんで、うん、早速言ってみてる。まあ、だから言ってしまったら、原口が今当選してるのを、まあ、ナイキ原宿に入って出てくるまでの時間フルでノーカットで、そんな大胆な、だから検証も兼ねてるの、はいはい、うん、まあ、何があるかね、まあ、3種類じゃないですけど、うん、まあ、SB 西と、昨日出た AJ3 が3個あって、はいはい、まあ、206番入店で何が欲しいんですか。まあ、グリーンじゃねえ、ブルーのやつ、うん、かな。もうグリーンっつった時点でブルーもそんな欲しくねえよ。まあまあね、発泡酒みたいな感じで、はいはい、ちょっとやつを行ってきますね、はい、じゃあちょっとね、原口が今からということで、はい、こんにちは、はい、ということでね、ちょっと原口が今から入りますけども、ちょっと出てくるまで、まあノーカットでね、行こうかなと、こっち入り口になってんね、そこ。確かに、なんかどっちが入り口なんか分かんない時あるな。もうもうあの人数制限の QR とかもなくなって、今日はないっぽいね。なんか日によってあるんだよ。あるんや。日によってあるないがあって、多分なんとも今日はなさそうな気がする。まあ一応これ当選分に関しては時間区切りで何時から何時まで何人っていう風に多分してるから、うん、まあまあまあある程度で、それは別で一般の人も入れられるようには多分調整してると思う。なるほど、これ一般の人も普通に喋る。原口言ってかなかったけど、あいつ今この4時台からスタートで確か当選209番とか多分その辺だったかな。はずないでしょ、そんなんあります？分からん。でも SB の箱を持ってる人がいるよね。いたいたいた。だそこを見るとちょっとどうなんかなみたいな思うけども、原口のサイズはないと思うねんな。確かにサイズがちょっとどうなってるかっていう、なんかあるんすかね。まあ普通にお店の中に結構人いるイメージあるな。なんか子供たちも結構なそこら辺うろうろしてるし、原宿は人多いな。見てよ、マジでおっぱいがすごいな。確かにおっぱいの方が多分多ない、チンチンより。多分な。いや、そりゃそうだろ。男性一人に対してお前女性もう2数なの。ああ、そういうこと。その単純な個数まで言いたかった。いや、そりゃそうだ。女の人の方が数多いってこと言いたかっただけだけど、その2倍のアベレージあると思う。でも、まあ、女性の方が多いかもしれん。女性の方が多いでしょうね、多分。ほんでやっぱあれだな、なんかこじゃれた女性というか、失礼か、小綺麗な、小綺麗って言ってもっと失礼か。こじゃれた一緒じゃない、ほぼどっちもなんか上から言ってる感じするな。なんだろうね、ちょうどいいのが出ねえわ。まあとりあえず綺麗な姉ちゃんが多い。おしゃれな、おしゃれな、うん、綺麗なお姉さんが多いですね。確かにな。なんか男の人多くない？なんか朝並びとかで見るような、ちょっと汗かいてそうな男の人あんまいないね。なんか爽やか系男子みたいなな、ね、どうよ、ほら、もうほとんど裸みたいな。確かに、ほとんど裸よ。ここ破けてるもん。すごっ。このな、ここ破けてるってやばいよな。あれ、あ、でもあんなに着る女絶対付き合いたくないな。まあでも合コンとかではああいう人着てほしい。あ、そうだ、そういうことや、そういうこと。合コンとかではやっぱああいうの着てほしいし、なんか、なんだろうな、これこいつとそういう自分の友達が仲いいんだって知ったら興奮するよ、ちょっと。なんかない？え、そういうこと？なんか自分の友達と、うん、あいつそのあのすごいスケベそうな女って仲いいんだって知っただけでちょっと、うん、マジかよお前、おいみたいな。それは、うん、どういうこと？それはその行為をしてるんじゃないかっていうの。いや、そいつと直接同行じゃなくて、うん、あのスケベ女って俺の周りでは誰とも繋がらなそうなのにこいつ繋がってたのかいっていうのが。あ、それ自分じゃなくていいんだ。自分じゃなくていい、自分じゃなくていい。なるほど、ね、自分の周りのやつが実はあのスケジョと、スケベ女子。スケジョってなんやねん。スニジョみたいな。今一瞬で出てきたやつ。スケジョってなんやねん。でもなんかやっぱああいうさ、この分かる？分かる分かる。今のポリポリと真っ白な。ああ、はいはいはい。あんなが一番いいから。ほんであのパンツのラインがちゃんと出てて T じゃないんだなって認識できるのがやっぱなお。細かいな。設定細かいな。見てよ。エイウィッチみたいな服着てるけどやっぱ。ボインよーみたいな。そういうプリプリな原宿すごいわ。いや、すごい、そこ。まあ、だからあくまで今ね、皆さんに前にはこう人通りが見えませんので、あくまで俺と渡辺のイメージで。ああ、それね、うん、だからこれ俺たちの結構語彙力が調査されるというか、なんかね、ここ破けてる服はあんまないもんな。ない。あれ1位やから、あれ今のところ確かにな、衝撃受けたな。でもやっぱこう夏に近づいてきたんで、やっぱでも肌のね露出が増えるね、少しずつ。なんかあのさ、あの人もそうだけど、あの黒の糸で
黒生地で肌ちょっと見えちゃってるみたいな、そういうスキマで黒のあのスパイダーマンタトゥーみたいなのがいっぱい入ってるんだけど、なんかサイズあったら欲しいかって原口から連絡ありました。俺いらないっす。じゃあちょっといらないってちょっと連絡。いや、まあ、別にね買ってきてサロンの人にあれしてもいいような気がするけど、ちょっとめちゃくちゃタイプな人いるわ。あのもう顔見えないわ。何？エロかった。いやめちゃくちゃ顔がタイプだ。ああ、いやでも分かんないよ。あのこっからした幻想だから。こっからした幻想という魔法はかかってるけども、俺はあの人いいんじゃないかと。見て見て。あの女の子の写真の撮り方めちゃ可愛いぞ。ちょっと真似してあげて。真似してあげて。きついねやっぱおじさんは。おじさんきつい。あ、孫ピーキ使った。いやなんかあの色良くない？使ってる色、服の色が。あの白とあのじいちゃんが着そうな黄色。ああ、じいちゃんが着そうな。じいちゃん着そうな黄色のポロシャツ。肌ってどこまで見せたら OK？ 肌？どういう意味？自分の彼女が。あ、いやまあ服が可愛かったらいいんじゃない？だからその自分の彼女が。あのいやこれ可愛いんだよねって言ってきてるんだったら俺はまあ全然何でもありな気がするけど、まあただこのまた酒嫌だ、さっきのあれな、ちょっとなんかあれちょっとスケベすぎる、なんだろうな、あれだってラウンジとか遊び行った時出てくる人の人あれなんか、あ、なんかそんな感じしない？これからこの子と付き合いますってなったらちょっと不安よな、ちょっと不安よ、何やろ、いや別に肌の露出が悪いわけじゃなくて、そうだよね、あれはあれは、うん、TT とかのこの肩ががっつりこうもう見えてて、うん、この中のブラウスわざと見せのあれ系、今のこの目の前黒女の子はどれだろう、ああいう系やろ、肩出てる系やろ、あ、そうああいう系やんな、ああいうのはどう、あれぐらいやったらええんじゃん、あれ全然 OK、うん、逆にじゃあ何がダメなの、だから背中全見せとか、あ、分かる分かる、でもそれが、うん、外人さんとか社交ダンス私服な、そう、ギャルとかやったら別に社交ダンスドレス私服ね、そう、なんかいや、じゃそのやってる人とのバランスやね、なんか結構ペアペア系なのにそういうのやってると、あれこの子はってならへん、なんかそのちょっと、あ、分かる分かる、え、あんなのあの真っ白なのに生地がな、肌色がめちゃ見えるみたいな、つけてる系ね、でも生地はちゃんと長袖の生地の分のあれが長さがあるから、全然やらせた感じないです、いや絶妙やな、どうなの、でも見ようによっては肌めっちゃ見えてる、ずっと女の話してるわ、そらそらそら靴の話より女の話の方が盛り上がるだろ、いやまあ盛り上がるけどさ、ナイキ原宿の前で靴の話してたら気持ち悪いよ、してるやついっぱいいるやろでもそういう人しかおらんねん、あんまりな、なんか、いや、わかるわかる、え、でも求められてるのは多分そこじゃないよ、そのシースルーな感じはまあ言っちゃいいけど、でも俺が女やったら見て見て見て、ああいう人とか、あのあれ、そうそうそう、あの人、例えばカメみたいな感じで、あの羽織物をわざと腰に当てて、でもあの人身長もあって、うん、なんかちょっとギャルっぽいから、うん、それが様になってるやん、ほんでタバコ吸ってるわあの人でしょ、ああいう人は合ってるからいいの、なんか俺ロックシンガーみたいな感じだったよな、うん、白と黒うまく使って、なんか俺はそのあざとい系の人が露出してるとちょっと怖いっていうな、ちょっとなんかあの、どういうこと、なんか誰がダメなの、難しいな、それタレントさんのあんま言わなあかんやん、いや言っていいっしょ、いやタレントさんとかじゃないねんな、なんかそのいるやん、その清楚系ビッチ的な、まあ要はな感じが、うん、のファッションってあるやんか、ちょっと難しいな、なんかなんて言ったらいいんやろ、それこそ肌の露出がなんか不自然にエロい、ああ、なんかいけそうって思われそうなのはやつ、ね、そう難しい、じゃああの人あのなーちゃん的な服着てる、この人、この人、そうだからまさにこういう人やな、え、あれ嫌なの、めちゃくちゃ可愛いと思う、いやめちゃくちゃ可愛い子が、うん、ああいう服着てると、うん、ちょっと怖いの、俺闇感じてもあるの、え、飲まれそうってこと、いや渡辺優馬飲まれそうってこと、いや違う違う、ああいう人に限ってやっぱ絶対さ、うん、そのやりまやったりするのか、めちゃくちゃ圧倒的オスとの絡みを経て、うん、あの状態になった、だってあんだけ可愛いのにその肌露出してることは圧倒的男誘ってるやん、いやだって何も普通の服着てても誘われんやねん、あの子は、え、すごいメス化してるってこと、そうメス化してんのが怖い、あ、そうか、いやでも分かんない、あの服でも可愛いとおしゃれって感じの服の着方な気がするけどな、あの姉ちゃんの感じ、まあ身長あったしな、今なんで身長あったらいろいろ OK なって
どういうことなんだ。身長からいろいろ OK になる。なんかかっこよく見えるから。その確かにタッパーあると OK みたいなのあるな。なんかな。だからおっぱい大きい子が、おっぱい大きい良さを見せる格好が怖い。え、結構深くまで沈んでるシャツみたいな。そう。だからそれ、あのここに逆にさ、うん、このパイの下ぐらいにベルトみたいなのしてさ、うん、持ち上げてるやつ。持ち上げてるやつがじゃん。あんなの嫌な。そのだからそれ彼女にするんやろ。その1回きりのお前ともようこの話するけどさ、するな。その確かにこれもう80回ぐらいしてるかもしれない。その1回きりやる女と彼女にする女って真逆やん。真逆なんだ。あのこれ本当に綺麗に赤と緑ぐらい違うの。その話何回もしてんやけど、確かに不思議だから今だってこれ彼女の話でしょ基本的には、ね、ってなった時に、うん、そのさ一回だけやる女やったらさ、うん、そのここにベルト巻いて持ち上げてる子がいいよ。確かに確かに。あの髪派手な方がいいしな。ああそう。でも髪派手であれば派手であるほど嬉しいもん。彼女になるのはもうできるだけ素朴な子がいい。ピンクから金髪になってるぐらいの方が盛り上がったりするもん、ね。うん、そうそうそう。だからそう難しい。それはほんまにできれば普通、もう無印とか好きな子がいいもん。ああ、いや分かる分かる。なあ、うん、あの GU とかで服レギュラー買っててほしいよ。そう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 、うん、あの自分のそのスタメン10着並べてに GU かユニクロ入ってほしい。ああ、1個ぐらいは。もうユニクロ、うん、で俺怒られてほしい。そのちょっと怒られたい。ユニクロでいいじゃんみたいな。高いの買いすぎなんだけどみたいな。そうそう、ユニクロでいいよ。え、何違うのぐらいまで。ぐらいがいい。ああ、うん、なるほどな。ごめんごめんって謝ってるぐらいの方が。確かにそんなんと結婚するのが一番いいかもな。そんなんと結婚したい。確かにそれはでもなかなかもう難しくないか。そう言われて、もう言い切ってるギャルやったらいいね。ああ、もうかっこいいから。なるほどね、うん、確かにギャルって結構かっこいいからな。うん、その言い切ってたらもう何でも OK みたいな。ああ、なるほど。もう芯持ってたら OK みたいなこと。うん、そうそうそう。そのちゃんと芯あって、別にそのねブランドの服とか企業がそれが様になってる子いるやん、はいはいはい、結構。あ、それだったら OK ってこと。そうそうそう。なんか体型とかもちゃんと維持して、ね、その服もよく見せる人とか言うはるやんか、はい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 、その人なりの着こなしをしてたらもう全然 OK ってことか。全然へそとか出しててもエロいよりかっこいい勝つやん。ちょっともう待って待って待って、もうずっとおっぱい見ちゃうわ。この位置だとなんか目線とさちょうど合うんだもん。なんかしょうがないな、ね、それ多分これヘッツみんな思ってるよね。ここでリストお待ちしてる。いつもさここ男めちゃくちゃ座ってんの。それあるよな。だってここ昔さスカウトとか座ってなかった。芸能事務所の座ってた。今はなくなったけどさ、今でこそ今なんか治安悪そうな男しか座ってねえもん。もうよくなあスカウトいたよ。確かにそれわかるわ。もうあれいなくなったよね。いなくなったね。結構前のイメージだな。でもむちゃくちゃおったよな。いや結構何人かいたような気はする。もらったやろ、だって飯とか、うん、もらったもらった。あれ何やったん。あのとりあえず若そうなやつに配りまくってるやつ。そうなんかで所属タレントこんなんですって。ああ裏に書いたんだ。さくらまやとか見てた。あ大量祭りね。いやーなんか、ね、確かにそんなんあったわ思いながら。でもすごいな、やっぱこうみんなあれだな、なんか原宿って感じするわ服が。なんかちゃんとなんか家の中の一丁羅着てきた感じすごいする。あ、勝負服ですか。うん、なんかだからなんていうかさ、急になんでかわかんないんだけど、はいお前とお前服取り替えてって言われても嫌じゃない。あーいや。わかる。あーわかるわかる、うん、なんか普通は多分抵抗あんだよ。だから急にさ、どっかの電車の中で、はいあんたとあんた服着替えて全部取り替えてって言われたらちょっとやっぱ嫌じゃん。でもあんま嫌じゃないから原宿やったら、うん、下手したらラッキーな場合あるぞっていう。確かに。ぐらい割とみんなちゃんとおしゃれに気を使ってるもんな。そうそうそう、な感じすごいするな。おしゃれは大事ですね。原口が好きそうなスリップノットもね。あシャツなんかでもおしゃれですね。あのちゃんとあとあれかな、意外にカップルかと。写真いいですか。あ全然ですよ。すみません。あ全然全然。ちょっとこれ動画ノーカットにしちゃってるんであれ止められないですけど。あいいっすよ全然。声だけ入っちゃうかもしれない。YouTube、あ大丈夫です。グッズさん出てきてないね。大丈夫ね。どうしたんですか今日は。お休みですか。お休みです。なんかうまいいるかなと思って。いるかなと思って来ることあります。いやなんかいそうだな。いやでもこれちょっと間入れちゃうとあれか。じゃあ足元だけ。そうじゃあいや俺らなんかいつも真ん中に入れたいタイプなんで、はい、じゃあこんな感じで。はいチーズ。ナイス。ありがとうございます。3人なんですか。
あ、そうです。あ、3人で来たの、ドリカムスタイル、はい、昔古いな、昔は何個したの、これドリカムで例えてんの。 今ドリカムこっちだもんな、ね、2人の感じ。ちょくちょく DM はしたりして、ね、あ、本当ですか。はい、あれのさんだと思って。いやいや、原口もいますけど、はい、なんか言っちゃった。そうそうなんです、そうなんです。え、渡辺さん、あの、はい、僕のインスタいいねしてくれたりしてる。え、マジですか。逆に俺は知ってません。俺だいぶなんか結構相互フォローになってて。お、じゃあだいぶ初期からじゃあ僕のことフォローしてくれたってるんですね。すえ、ちなみにアカウント見せてください。なんてやつですか。これなんですけど、俳優え、で見たことあるかも。8820ってことは8月28日生まれ。いや、全然ですよ。全然違うんかい。2月です。珍しい。え、これ多分渡辺さん、あゆむパパだ。あゆむパパ28だ。あゆむパパで28歳。違う、あれ無視されてる俺。いや、あゆむパパは28歳じゃないです。え、いないいないか、ナビいない。いや、あのノーカットやから、あのいいねしたことにしといていいよ。あいいねするし、今からでも。全然全然。え、あれ、え、多分来てんじゃない。ちょっと待って、え、なんか逆に 俺とどんな DM のやり取りしてます。めっちゃ前ですけど、あ、多分これ、ね、今度で探して DM であれ探した方がいいかもしれないです。8820。すいませんね、申し訳ないです。本当に。すみません。ああ、はいはい。あ、フォローしてる。おい、なんかいいね咲いてんすよ。フォローしてんじゃん、本当だ。ヒューマンメイドだ。そうです。おい、どっかはいいねされてたような、わかんない。咲いてないかもしれない。いや、いいねしときます。すいません、あの、おじさん来ました。おい、こっち来た。今16分54秒ということで。はいはい。15分。なるほど。ノーカットトーク。もしくは16分ぐらいかな。目の前の方がですね、はい、ちょっと国が違う感じ、国が違う感じで、国がって、うん、柔らかく言ったんだ。何が欲しいかちょっと定まってない女性だったんですけど、はいはいはい、まあなんか指示書来て、はい、入った時はもうブルーが見切れと、もう永久性とパインしかないという状態で、ちょっと待ってください。ブルー以外いらないって指示来たそうで。帰られて、うん、それが5分ぐらい、はいはい、いたんで、うん、で、パイの29。おー、29、すげえ、この番号で、すごすぎる。あ、なるほどね。で、これラスト1足なんで、うん、この女性がもしパイン欲しいって言って29って言われたら、終わりなんですけどって言われて、あ、なるほど。そしたらその人がパイン以外はいらないって指示書が来て、書いてる。その指示書っていい言葉一番出てくるけど何よ。だから LINE で指示書が来てる。あ、なるほどね。上の人か、まあ、一応それで OK ってなって原口が購入する。そうそう、ラスト1足、はい、ということで、一応200何番、209、209番でも靴自体は物によって書くことができると。そうそうそう、だから俺のポットは180から230。ポットって何ですか。指示書とポットポット。180から230ぐらいのポット。200そこの区分みたいな。そう、でも結構抜け場あったから。あ、そうなんだ。結構抜け場ありましたんで。なるほど。じゃあライン抽選で当選してても、うん、まあ、番号割りはと思っても抜け場があって買える可能性も。そうそう、結構上がる可能性は。しかもブルーがないよって言った瞬間に結構買えたんで。なるほど。じゃあ結構みんなブルー狙い。みんなブルー狙い。だパイントは AA3 は。まあまあまあ似たような。タイヤの外側はちょっとあったな。そうだ、俺でも応募してたの全部外れたんで、買いどこだったの。すごい、いや、すごいですね。久しぶりに靴買ったんだよ。久々に今月一発目開催。すごかった。見てくれてるそうで、今一緒に写真撮ってきました。ああ、そうですね。で、ちょっとノーカットだってことも伝えてますんで、はいはい、なんか多分だいぶ待ってましたよね。俺と渡辺がずっとノーカットで喋ってる。で、撮影終わんねえから多分声かけてくれた、ね、はいはい、そう、しびれ切らした感あったもんね。ああ、ありがとうございます。じゃあちょっと終わったから売中だけ売ってもらって、これ終わる。そうですね、うん、じゃあ沖縄の配中ちょっとあげたいです。いや、こっちの方がいいだろ、多分。それでは皆さん、沖縄からパイナップル。パインやからね。パインやから、そう。うわー、うまいこと。明日は天津対タケル。あー、今日神戦でしたね。いや、もう似てね。お願いします。タケル勝てよ。